まだ相当派の残党が活動しているそうだ。この先も気をつけてくれ。後悔の無事を祈る。この事態の終結にはベグアルドの協力が不可欠だ。どうかよろしく頼む。詳細な情報は未だつかめていませんが、侵略者の残党が海岳団結に潜伏しているのは確かです。残党の総統に手を貸してもらえないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。我々の方も残党たちの総統と情報収集に努め、新しい情報が入り次第随時ご報告いたします。まずはアルダスに戻ろう。最近の流行りに乗ってソーアってのを始めてみたんだ。君もやってるなら私の練習相手になってくれないか。ラッキー。総統は消滅した。これでネットワーク内も徐々に落ち着いてくるだろう。お前なかなかいい目をしているな。どう、少し相手になってやろう。できないけど、もっとゆっくり見ていきたかったな。残念ながら私の知識では海脈岩穴の理文を読み解くことはできなさそうだ。今は大丈夫。私の一族がしてきたことはレミントンとは違うってちゃんと言い切れるから。レイの育った町を目に焼き付けておこうと思います。おばあちゃんになってもすぐ思い出せるように。
何してるって、メルティアやマーキスに伝えるためこの光景を目に焼き付けているんだ。最近じっと見つめられている感覚があります。ずっと誰かにつけ回されているようで。なんだって、大丈夫なのか。いえ、危害を加えられることはないのですが、今も近くから見られていて。今も？そこの不審者、隠れてないで出てこい。ギク、誰が不審者だ。こっそりエレナを見張ったりして何が目的だ。そりゃ知的好奇心に決まっているだろう。アンドロイドの見せる一挙手一投足が俺にとっては未知のものなんでな。作られた星にも来られたことだし、興味が尽きねえんだ。そのブレなさはある意味尊敬するが、開き直りにしか聞こえねえし、エレナが困ってるんだよ。ほどほどにしろよな。やり方考えろ。完全に犯罪者の動きだ。ああ、すまんな。確かに礼を欠いた行動だった。エレナもこれでいいか。ええ、他の方に対して同じようなことをしていないのであれば問題はありません。まあ、つけ回して悪かったな。今度から隠れてみるんじゃなくて、堂々と見せてくれと頼むことにするよ。堂々と頼めば OK ってわけじゃないからな。ラッキー。はっ。ずっと待ち合わせをしてるんだけど来ないんだ。ちょっと暇つぶしに付き合ってくれないかい。レグニスの人ってソーアがすごく強いの。通信でランクマッチがいつでもどこでもできるからね。ラッキー。空を見上げてみてごらん。瞬く星が見えるかい。あれが俺の勝利の星さ。何してるって、メル。親父が随分派手に立ち回ったみたいだが、うちの社員に怪我人はいないみたいだ。ほっとしたぜ。レイモンド、もしかしてこれがお前の家なのか。まるで城ではないか。どれだけ名のある家なのだ。無事に会えたわ。ラウル社長が社員の家族も保護してくれてたみたい。
少しゆっくりしていきましょうか。皆さん、星の世界との別れを惜しんでいるようですから。ったくお前は、遭難してたかと思ったら随分な客連れてきやがって。ダチ送り届けたら後始末手伝えよ。ったくお前、アルダス、転送収容してくれ。了解しました。まずはブリッジに戻ろう。どうしてお前はいつもそうなんだ。大怪我につながっていたかもしれないんだぞ。それじゃあこの後はアスター4号星に向かうってことでいいんだな。ああ、よろしくお願いします。そういや、ベグワルド宇宙軍から警告が来てる。レミントン艦隊の残党にわずかだがマーベリック提督に投降しなかった奴らがいるらしいんだ。直接行くのは危険だってことか。ある程度の回り道は必要になるかもしれん。まあ油断はいかんということだな。分かった。それじゃあ航路は無理に限定せずに大きく迂回することも検討しよう。それがいいと思います。そのもう少し星の世界にいたいので。推力4分の1で軌道を離脱してアスターに向かう。旅の仕上げだ。丁寧に頼むぜ。了解です。推力4分の1で周回軌道を離脱します。アスター4号星まで30分です。進行方向にも異常なし。久しぶりに安心して飛んでいられるな。おいレイ。うん。話しておくことがあるなら今のうちだ。あんまり時間ないぞ。悪いな。4号星に到着します。今度こそみんなとお別れなんだね。周辺宙域に異常なし。ローレンスファミリーの仕事はまだ終わってない。警戒を続けます。最後まで安全運転で行こうぜ。人も見ていますし、しっかり手本にならない。ことがある。ん？この宇宙をフーガで飛ぶことはできるのか？いや、無理だ。なぜだ？フーガの出力じゃ星の重力を振り切れない。それに乗員がむき出しだろ。乗員がむき出しだと何かまずいのか？そりゃまずいだろう。宇宙には大気がないんだぞ。大気？空気のことか。え？そうか。
宇宙空間のことは話したことなかったよな。いや、良い。お主たちにとってはそれこそ息をするように当たり前のことすら我々が知らないということが分かっただけで十分だ。これでも研究者としての実績はあるつもりでいた。だがその私がこの程度だ。私たちが宇宙の彼方の友に会いに行くには長い年月がかかりそうだな。待っててやれりゃいいんだけどな。お主と私の知識には天と地ほどの隔たりがある。仕方ない、一歩ずつその水を埋めるとしようか。あんた何してんだよ。スコピアムについて考えていた。はあ？俺は星の世界に来てこれまで見たことも聞いたこともないものばかり知った。そいつをメルティアやマーキスに教えてやりたいとも思った。だが言葉でいくら新しい世界のことを語ってもこのアルダスの空気の匂い、素材の手触り、食事の味、ベグニスやパラピアムに降り立った瞬間の足裏の感触を伝えることはできない。まあそうだな。人は社会的な動物だ。基本的には他者との交流なしには生きていけない。そう考えた時、より良いものを所属する社会で共有し種の進化に取り入れようとするスコピアムは、結局人間がいつか必ずたどり着く場所ではないかと思うんだ。だとしてもそれはいろいろ悩んで一歩一歩進んだ先にあるものだとも思うぜ。もちろんだ。だがそれでも俺は知ってしまった。このジレンマをきっと一生抱えて生きていくことになる。それは素晴らしい人生だと思うんだ。あんた本当に面倒なやつだな。面倒じゃなくなったら俺じゃないだろう。開き直るなよ。知る前には戻れない。俺はこの先もお前たちに近づく努力をやめることはないだろうな。最後だろうな。コモンスペースにでも行ってみるか。どうしてんだよ、深刻な顔して。帰ってからのことを考えている。スコピアムを倒し、ボルドールが倒れたからといって全てが終わりではない。まあな。ボルドールが帰らないこともどのように受け止められるか未知数だ。考えることは山ほどある。なんかお前は変わらんな。安心した。変わったさ。ん？多くの友と多くの世界を知った。それらがまだ我々の星からは遠いこともな。お前みたいなやつがいりゃオーシディアスもヴァイルも大丈夫だよ。そうありたいものだ。私もアントニオ殿やクロエさんと話をしないとな。
悪いな、遠回りさせて。構わない。多くの星の文明を見聞するのは、私個人にとっても、スコピアムにとっても有益なことだ。見聞は構わないが、お前がまた相当みたいな変なスコピアムになったりするなよ。なるほど。確かにその可能性は考えなかった。注意することにしよう。おいおい。いや、すまない。だがその心配は無用だ。私は自分自身の融合の時も、母性がスコピアムと接触した時も、多くのトラブルや意見の相違やいさかいに出会ってきた。その経験から自分自身がどのような存在なのか、他種族からどう見られるかは常に考えて行動しているつもりだ。その考えもまたネットワークで共有されるから心配ないと。そういうことだ。よくわかっているな。さすがにここまで付き合ってればな。レイモンド艦長はきっといいスコピアムになれる。当分は遠慮させてもらおう。あんたとは今のままの付き合いの方が気が楽だ。今回の一件もネットワークで共有され、全てのスコピアムが自分の存在について考えているだろう。どうした？なんかぼーっとしてるな。うん、なんかここ何日かがものすごい駆け足で、いろいろありすぎて帰るって言われてもピンとこないんだ。確かにな。俺もこれで終わったなんて信じられない気分だよ。最初はさ、星の世界のいろいろなこと学んでエレナさんみたいになってやるって思ってたんだけどね、違う世界すぎてここに来るまでに学ばなきゃいけないこと、知っていなきゃいけないことが自分の中にないから不安になった。すごいな、ニーナは。え？きっと今ニーナが言ったことに、アスター4号星が将来星の世界に出られるかどうかが詰まってる気がするんだ。どういうことも何も、そのまんまの意味だよ。いよ、未来の三賢者。ちょっと、茶化さないでよ、もう。本当に、私が三賢者になれると思ってる？まあいいや、冗談でも嬉しかったから、そこだけは。本当のところを聞いておきたいんだが。突然何？マーベリック提督はああ言っていたが、実際アスター4号星をどうするつもりだ？普通に考えればアスター4号星で立場のある人間のレティシアさんたちが連邦の上級将校と接触した時点で監視対象惑星扱いにするべきでしょうね。今回は霊はどうするのがいいと思う？今の連邦が偉そうなことすんなって思うな。でしょ。それにアスター4号星は連邦だけでなくベグアルドとも接触している。連邦がアスター4号星を勝手に同行するのは、ただでさえこれから大変なベグアルドとの関係を余計にこじれさせることになるわ。だから保留。保留？そうよ、チューブラリン。だって
私たちもレティシアさんたちもそれができる人でしょ。違いない。これまでは何でも規則通りに処理すると気持ちが落ち着いたんだけど、なんでかしら、いろいろチューブラリンなままなのに気持ちがすっきりしているわ。いよいよお別れなんですね。旅は終わるさ。でも別に一生会えなくなるわけじゃないなあ。その通りです。私たちもレティシアさんたちとのコンタクトを失いたくはありません。このあとということで言えば、デュマこそこのあとどうするおつもりですか。もともとはベグアルド人の融合適性を調査されていたのでしょう。スコピアムの正常化を進めるために尽力したいと考えている。正常化とは、侵略的融合を排し従来の融合を基本とした進化を目指すということですか。そうだ。しかしそれだけでは不十分だと考えている。今回の銀河連邦とのコンタクトがスコピアムの分裂のきっかけであったのは事実だが、従来のスコピアムの理念そのものにもその方向に進む危険性は常にあったのだと今は感じている。もともとの融合理念に侵略性があったと。否定しない。そうであるならば今はその問題を学習し新たな進化の手法を追求すべきだと考えている。そのことをネットワークに啓蒙していきたい。相当派よりはマシだろうが、お前調査用の素体だろう。思想を広めるなんてことができるのか。確かに通常ならば私は調査用生命体であり、非調査対象に積極的に干渉することはない。でもデュマちゃんは私たちとの旅で積極的に助けてくれましたよね。君たちの行いが私にそうさせたのだ。何？ガルカの祠に墜落したエレナを助けようとした君たちの反応が全ての原因だ。あれがなければ私は調査用生命体としての任務を全うし、君たちと必要以上のコミュニケーションを取ることもなかっただろう。それまで調査してきた有機生命体と人工生命体が共存する星では、人工生命体は有機生命体の道具として扱われることがほとんどだ。しかし君たちはエレナを対等の生命とみなし、それが自然のことのように行動していた。私はそこに有機生命体と無機生命体の共生の可能性を見た。その新たな可能性が導く未来を調査するために私は君たちを手助けしてきた。そしてそのレイモンドとエレナの様子を見たレティシアをはじめとしたアスター4号星の者たちもその影響を受け、アンドロイドを自身と糖質の命として認識し、人間にそうするように行動を共にした。これは驚異的なことだ。さらなる共生心理の拡散可能性も示している。調査素体としてあるまじき行動だったかもしれないが、今では君たちに感謝している。ベグワルドでは普通のことなんだけどな。私たちにとっても当たり前のことです。スコピアムの未来にもそう自然に述べる者たちが現れることを望んでやまない。そのためにデュマも努力するということなのですね。その通りだ。もしかしたらそれがデュマ、あなたにとっての進化なのかもしれませんね。私の進化。ま、そうだな。こんだけいろいろ経験してきたんだ。お前も少しは成長しなきゃな。得るものの多い旅だったってことだな。
お互いに。それじゃあ先にブリッジに行っていますね。うん、後で。さてと、まだ話してないやつはいたっけか。いなけりゃ俺もブリッジに行かないとな。デュマも出会った頃とは随分変わりましたね。それはデュマも言っていた通り、レイのおかげなのでしょうね。どこやったかな。一通りみんなと挨拶できたから名残惜しいが、そろそろブリッジに戻るんだろうな。ちょっと休憩できたし、そろそろブリッジに戻らないとな。どうした？あの、アスター4号星の周回軌道上に以前は存在しなかった直径30メートルほどの物体が3つあるんです。映像出します。スコピアム艦と秋月の戦闘で出たデブリかしら。いえ、デブリではありませんね。自立軌道修正が認められます。あれはスコピアムだ。え？どういうこと？あの規模のスコピアムがどうしてアスターに？あまり愉快な理由じゃなさそうだ。攻撃してくる気配はなさそうだが、奴らはこっちを認識してると思った方がいいな。そいつら以外にスコピアム艦の気配はあるか？艦長、地上に以前は見られなかった巨大構造物を発見しました。スクリーンに映します。おいおいおい、まさかこいつはスコピアムだ。大きすぎる。この塔はどこにあるんですか？この場所、ニルベスの古代リモン遺跡だ。なんだと？トラッセン族の集落は無事なのか？内部の様子はわからないのか？センサー波が遮断されています。建造物内部をスキャンできませんでした。これはもしや。何が起こってるかは分からんが、レティシア、ちょっとばかりお別れには早いようだぜ。そのようですね。レイ、地上から通信です。あの塔からか？いえ、この場所はオーシリアスウォートです。ロラよりアルダス、聞こえてる？ロラさん、お帰りなさい。レティシア姫、状況は最悪よ。地上は無事なのか？落ち着いて、人的被害は大きくないわ。オーシリアスとバイル、それにニルベスも連携して状況に当たっている最中。まずはオーシリアスの王城に降下してもらえるかしら。情報交換と行きましょう。わかりました、今すぐ行きます。レイ、うん、降下急ぐぞ。兄貴。ああ、後のことは任せろ。問題がありそうならすぐに戻ってこいよ。オーシリアスへ向かいましょう。まずは地上に降りて事情を聞いてきてくれ。どう対処するかはその後だ。未開惑星にこんなものが。スコピアムは何を考えてるのでしょう。あれがスコピアムですか？戦闘艦よりずっと大きいですよ。うまく言えないんだけど、悪い予感がする。
あのスコピアム、今までの大きなのとも違うような。なんでアスター4号星にスコピアムが。早くオーシディアスに降りてロラの話を聞こう。ロラさん、そっちも無事のようね。皇帝陛下と大佐とガストンは。それはまあいいわ。とりあえずは国王陛下のところへ。何見てるの？あ、いや、もしかしなくてもスコピアムよね。ああそうだ、スコピアムに思うところがあるようだな。大丈夫です。 JJ さんは私たちに敵対するスコピアムとは違います。レティシア姫がそう言うなら構わないけど、迂闊な行動は控えて。スコピアム化が大きければ大きいほど今のこの星の人間には敵対視されるわ。承知した。君はこの星で何？いや、何でもない。上がってすぐの会議室で陛下たちがお待ちよ。レティシア、レイモンド、よくぞ無事で戻った。お父様もご無事で何よりです。一体何があったというのですか？ある日突然あの異形の者どもが空から降りてきたのだ。ニルベス大陸の一部はあっという間に制圧された。トラス戦族について何か情報はないのか？トラス戦族の多くは集落から離れ、ほとんどはオーシディアスやバイルに避難されています。一部ニルベス王都に避難した方もいるようですが、皆さんご無事ですよ。そうか、よかった。ニルベス一部地域制圧以後、奴らは沈黙を保っています。目的が皆目分からず、王国も帝国も海上でニルベス方面を睨むことしかできないでいる状況です。彼らはスコピアムです。それは分かってるわ。第一の目的はおそらく古代リモン遺跡そのものでしょう。星の世界でも彼らは類似した遺跡を襲撃していました。だがその目的を持った相当派はすでに消滅したはずだ。そんなこと言っても実際にいるんだぞ。どう考えても相当派のやり口だろう。レイ、アスター4号星地表から通信です。おそらく衛星を返したスコピアム施設からのものと思われます。え、なんで？遅いお戻りだったな、輸送艦アルダスの諸君。この声はバルドール、あなたは死んだはず。生きていたか。意外ではないですね。スコピアマイズしていたのですね。開闢眼欠の時点ですでにあの体はあまたあるボルドールの殻の一つでしかなかったということですか？そのようだ。すでにスコピアマイズによりスコピアム化したボルドールは意識体が他のスコピアムと比べてスコピアムネットワークと強く結びついているのだろう。どういうことだ？まさか何度倒しても新しい体を手に入れて復活できるわけじゃないだろうな。そういうことになるな。ふざけろよ。私は当初の予定通り相当の意志を継ぎ神聖スコピアムとして
全銀河を融合することにした。予定通りだと。そんな、じゃあ初めから。ニルベスの歴史、伝統、全てが我が神聖スコピアムの最初の融合対象としてふさわしい。ふざけたことを。アスター4号星に住まう全ての者たちに告ぐ。私は神聖スコピアムの総統として全銀河に住まう人々との融合を目指すこととした。このアスター4号星の人類はその先駆けとなる。全ての不安と不幸を取り除くスコピアムを受け入れよ、広めよ、啓蒙せよ。スコピアムこそが全人類の到達するべき命の姿なのだ。レッシア・オーシリアス、聞こえているのだろう。きっと君たちはまだ抵抗をするつもりだろう。だが君たちもまた私が幸せにしたいと考える人々に含まれている。何を待っているぞ。仲間を増やしながらな。レイ、ニルベスの建造物からスコピアムらしき飛行体が一斉に飛び立ちました。世界中に拡散しています。まずいわね。もし都市を攻撃されたら長くは持たないわ。かといってレミントンを倒した時とはわけが違うんだろう。倒しても復活するような相手を一体どうやって倒せというんだ。ボルドールに対抗するための方法を調査するしかない。どうするんだ。調査資料を増やすためにあの塔に接近する必要がある。危険を冒さずに調査は不可能ってことか。クロエ、あの塔の内部に直接降下は可能か。センサー波が遮断されているので直接降下は不可能です。近所に降下して歩いて近づくしかないか。大丈夫ですよ、きっとなんとかなります。おっしゃる通りです。そうだな、これまでずっとそうしてきたしな。よし、まずは接近、できれば突入。考えるのはそれからだな。こんな状態だからな、動けるやつは誰でもってことで事実上御社が出てるんだ。親父もカナスも牢から出てあちこちで奔走してる。ロンベルトまで出して大丈夫なのか。隣国との戦争と違い、話の通じぬ侵略者相手の持久戦ですからね。迂闊に私欲に走れば自分の身を危険にさらすだけです。私の見る限りロンベルト公爵もカナスも王国の民のために尽くしてくれています。レイ、レティとアビーのことをよろしく頼むぜ。ああ、そっちも無事でいろよ。もちろんだ。最前線で戦うお前たちの負担にならないようにしっかり戦うさ。ゲラルト陛下と協力してニルベスの民の避難と救助を行っている。お主は戦いに集中せよ。
融合を果たしたボルドールを倒すことは容易ではないだろう。しかし何か手があるはずだ。王国内の町の守護はテオの部隊が当たっている。健康のためにも安心しろ、やつは強い。ちょっとでも飲みやすくするためにニルベスに向かいましょう。私たちの星をボルドールの好きにはさせません。実はデートに進行するとき遺書を書いてたの。でも今度は必要ない。絶対みんなで帰ってくるから。ちょうど良いところへ。実は古代リモン遺跡にある封印された扉の開け方が分かったのです。そのために特別なオーブを生成する必要があります。もしよろしければ生成の素材を揃えてもらえませんか。少し手間がかかると思いますが、それだけの価値があの扉の先にきっとあるはずです。お願いします。ラッキー。パラピアムへようこそ。現在融合プラントの稼働率が下がっておりますのでご注意ください。共通の敵を前にして今オーシディアス、バイルの2国が一つになろうとしている。あんたはお金を出しただけで設計はアスターに限らず多くの星系の生命体に関する情報をデータベース化して活用できるようにするつもりです。さっき進捗情報を見ていたら
うまい棒って奇妙なものを見つけたんだ。あれはお前たちの星のものか。いや、どこだっていい。どうにか手に入れてもらえないか。頼む。成分を見るに惑星固有の穀物があくまでメインだ。我々でも十分消化吸収でき、有害な成分もなさそうだ。おお、確かにデータベースで見たのはこれだ。たこ焼き、あのオクタコアな生物を焼いた味なのか。配送の仕事より楽だったな。よし、食うぞ。おお、なんだ、酸味。いや、違う。この複雑に押し寄せる味の情報量は、これは完全に中毒性のある食べ物だ。危険な成分など入っていそうになかったが、一体。頼む、この通りだ。もう一度うまい棒を手に入れてくれないか。しかも今度は野菜サラダだ。いいか、野菜は入ってないがサラダだ。頼んだぞ。落ち着け。野菜とは野菜ではないのではないか。サラダも生野菜を食すにあらず塩だという情報まである。商品を持ち出してきたんです。できるだけ使った方がいいですからね。サンキュもんだ。早速いろいろいじらせてもらうぜ。配送の仕事より楽だったな。私たちの姿がどう見えているのか。思想だの理念だのって難しい話はさておき、間違いなくスコピアムの技術はパネ。いや、もっと言えばイカれてるとしか思えんな。しばらく退屈しなくて済みそうだ。そうそう、新しい品物が入ったの。
試してみたらどう？配送の仕事より楽だったな。見てくれてありがとう。どうか無事に戻ってきてね。サンキュー。どこやったかな。まいったな。またな。ラッキー、これぞ夢にまで見た野菜サラダ。想像が全く至らぬこの未知の味。いざ食らわん。配送の仕事より楽だったな。なんだ、なんという爽やかな味わい。成分に違いはほぼ見られないのに、なぜここまで。わからん。我々は栄養を補給するための食にここまでの刺激は詰め込んではこなかった。あなた方は、実は今融合プラントで異変が起き、仲間との通信も途絶えてしまいました。記録から推測されるのは防衛システムの暴走です。どうかお力を再び貸してはもらえませんか。防衛システムからの切り離しには成功し、扉の制御には問題ありません。全て開くはずです。
残量不足。腕がまだ残っているよね。警告、エネルギー残量不足。出力停止。警告、エネルギー残量不足。刻むわよ。出力停止。無敵な感じしません。警告、エネルギー残量。出力停止。警告、エネルギー残量。決めるか。出力停止。警告、エネルギー残量。出力停止。ストレイヤーボイド。まだまだ行けますよね。これでよし。警告、エネルギー残量。出力。これって無敵だ。警告、エネルギー残量。出力停止。止め。行け。熱殺。まだまだ行けますよね。警告、エネルギー残量不足。Yeah!
またしてもこのコロニーの、そしてプラントの危機を救っていただき、言葉もありません。配送の仕事より楽だったな。我々パラピアムの住人も未だ混乱の中にいます。及ばぬことも多くもどかしいばかりですが、それでもあなた方のような存在があることを胸に、勇気を持って進んでいきたいと心から願っています。警戒態勢を。マリア、しないで。こっちだ。でや。もらっとくか。これって無敵な感じしません？戦闘に止めてください。構成反応発動停止。ご心配なく。行くぞ。これでよし。構成反応発動停止。耐えてみな。構成反応警告。エネルギー残量不足。前方テンション。これでよし。手続きは完了しています。ラッキー。はっ。ラッキー。状態も良く、サンプルとしては優秀です。これは研究しがいがありそうです。配送の仕事より楽だったな。あんたはお金を出しただけで、設計はネットワークじゃないか。アスターに生息する植物系統の生命体は多生系に類を見ない特徴を持っていると考えられます。あなた方のデュマによって共有された情報をもとに、より理解が深められていくことになるのです。また収集をお願いしたい生命体のサンプルがあるのですが、今回も協力いただけますか？サル系統の生命体のサンプルが欲しいのです。
前回同様、サンプルはお渡しするケースに保存されます。今回のサンプルが無事入手できれば、アスター星系の生命体情報はより充実するでしょう。まさかこんな広いだなんて思い…ラッキーラッキー警戒態勢この時点で敵は外しません。消える。まだまだいけますよね。切れ味とは違う。私は父さんに近づけたから。やったぜ。まだまだいけますよね。活動停止。ラッキー。前方敵を構成反応。それ発動で耐えてみな。これは無敵な感じしません。ラッキー。Thank you.
何者か。止めシャイン。活動停止。耐えてみな。ゲット。
活動停止。分かってるよ。ラッキの相当の完了を確認いたしました。ご協力ありがとうございました。配送の仕事より楽だったな。侵略者たちの脅威は未知数です。完全な相当には至っておらず、今後も警戒を継続します。またご協力をお願いするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。侵略者が残したとおぼしき所属不明コンテナより、異形の生命体が多数確認され、現在の交戦状態です。どうか今回も力を貸していただけないでしょうか。敵は飛行能力も備えているとの情報です。周辺地域には退避命令が出されました。どうか後をよろしくお願いします。ラッキー、戦闘に備えてください。私たちの敵だからしません。前半は活動停止。ラッキー、下がってろ。まだ早くないよね。しかも俺頑張らなきゃ。切れ味抜群。これって無敵な感じしません？行くぞ。おい、耐えてみな。反応を検知。ストレイヤーボイド。これって無敵な感じしません。ゲット。耐えてみな。
邪魔だ。構成反応、なんとか活動停止。油断するな。さすがの行くぞ。切れ味抜群。これで完璧な感じしません。発動だ。手に入るところ敵なし。まだまだいけますよね。行くぞ。準備した方が良さそう。ニーナさん、下がってください。異形の生命体の相当確認いたしました。この度もご協力誠にありがとうございました。配送の仕事より楽だったな。あのような異形の者たちを物ともせず片付けるなど、やはりあなた方は特別な存在です。しかし我々も頼ってばかりではおれません。侵略者たちの情報解析を進め、対策を立ててまいります。